一夜です。こんにちは、ごきげんよう。お元気ですか？今日は天風先生から私がお手紙をいただいたんですよ。そのお手紙について少しお話をいたします。かなり前でございましたがね、私は大学を出て間もなく結婚するんですが、その女性は片っぽの腎臓を腎臓結核で切除しておりまして、そしてその次の腎臓も結核菌にやられて、今と違っても結核ということは非常にもう怖い病でございましてね、まだパスとかマイシンもできる以前の話です。その間もなくこの方の命はないと、神戸の兵庫医大の教授が あと3ヶ月ぐらいよく持ってとおっしゃって、で、私はまあ彼女をなんとか救いたいと思って、そして、前も申し上げました東大の25番教室で、小学校からの親友に連れられて丸山福山町の天風先生のお宅に参りまして、でそのことを申し上げました。そした先生はこの前も申し上げましたけれども、わしは死念を送ると、この人は死なないよと、お前も今晩から強い思念をその人の顔を思い浮かべて思念を送りなさいと、そし言われました。そして、卒業試験を受けて、私は国へ兵庫へ帰りまして、加古川のずっと奥に青野ヶ原という村がございますが、その青野ヶ原の慶徳寺という禅寺の小さな離れに住んでいて、そこから加古川の会社に勤めておりました。1時間半ほどかかりましたかな、毎日勤めておりましたが、さてその天風先生からそういうお話をいただいて、その当時須磨の須磨村の陸軍病院の後ですが、そこの療養所に、入院しておりましたんですけども、そこへ行ってみるとあれほど重病だった人が布団から起き上がって迎えてくれたんです。まるで奇跡を見るようでしたね。それからまあ生えば立て立てば相目の親心と申しますが、徐々に徐々に訓練してやっと歩けるようになってですね、しかしやはり亡くなってしまいます。しかし、お医者さんからもうダメだと言われてから随分の年月を過ごして、そしてついに他界いたします。で、私はそのことを天風先生に、お手紙で知らせます。そうすると天風先生からすぐ私を慰め、そしてその妻をいたわる、霊界でいたわるお手紙をいただきました。その妻に対して先生から長文の手紙をいただきました。今でも私は家宝としてこのお手紙を
一番大事なところにしまっております。これが先生からのお手紙でございます。鉄夫先生の顔がございますね。でも内容はですね、まあ、ここで読みますと非常に長くなりますので、亡くなられたあなたのご内室は天風会に入り心身統一法、つまり冷静生活をなさりましたために、必ずやキリスト教的に申せば天の温かい、父の手に抱かれて静かに眠っていらっしゃるでしょうと。天風先生がなぜキリスト教的にとお書きになられたかというと、私の家内はクリスチャンであったからです。つまりそのことも先生には申し上げて確かいたと思うんで、先生はそんな些細なことでも覚えてちゃんとここにキリストという字をお入れになられました。そして最後に、では神戸の修練会の際にまたお会いいたしますと書いてございます。で、先生からお手紙をいただくなんてことはまずありえないことなんですが、一般の方々は皆様は非常に万能の血を駆け巡られ、幾多の困難に乗り越えて、来られた先生のご人格とかお体を勇猛果敢な大変な異常部というイメージでお考えだと思いますが、それと同時にこういう本当に優しいお心がおありになられたということを申し上げたいと思います。今日は天風先生の お優しさというかお手紙について少しお話しいたしました。ではまたお会いいたしましょう。